大島洋蔵大島洋蔵から1932年3月23日は、明治から昭和初期の実業家、政治家、衆議院議員、武蔵国埼玉郡、後の埼玉県北埼玉郡大桑村で、大島章太郎の長男として生まれた。1881年に上京し、東北線鉄道布設工事の下請けを担当し、元請けの杉井組、 杉井社田基地の信用を得て支配人となる。1891年、白川町から福島町に転居した。杉井の死後に独立して大島組を組織。1894年からの大宇宙福島、米沢間を担当したことにより信用を得た。福島遠統社長、福島民有新聞社長、白宝鉄道社長、東京信用銀行取締役、福島貯蓄銀行監査役、 福島ハブ対監査役、東京米国商品取引所監査役など、多数の企業の役員などを務めた。福島商業会議所の設立発起人代表となり二大会頭に就任した。また、日田金一郎と共に、福島競馬場の開設に尽力した。政界では、1907年、福島市政施行後の初の市会議員に当選。1924年5月、 第15回衆議院議員総選挙で福島県第1区から出馬して当選。第17回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算2期務めた。強託、変味帝造とも交流を持っていた親分肌の人物であった。ありがとうございます。